収穫人戦争は1640年から1659年の間カタルーニャで起きた戦争を。カタルーニャ反乱とも言う。この戦争の終結後、ピレネー条約によってカタルーニャ領だったルサ領とサルダーニャの北半分がフランス王国へ活上された。戦争の発端は30年戦争の間フランスと戦っていたスペイン王国が カスティーリャ軍をカタルーニャに駐留させていたことにある。カスティーリャ兵は、前線となったカタルーニャの放置秩序を無視し、農民の家に火を放ったり作物をダメにするなど、乱暴狼関を働いた。加えて、スペイン王フェリペ4世の最小オリバーレス伯爵は、対フランス戦争において、戦費調達のため、カタルーニャの資源、資産を搾取し続けていた。 1640年5月、ジローナの農民たちが、テルシオの駐屯地を襲撃した。6月7日、カタルーニャ農民らは、収穫に用いるカマを手にして、カスティーリャ軍駐留地を攻めた。彼らは、復活祭から63日後に祝われる、キリスト生態祭に放棄したのであった。そのため、血塗られた、生態祭と呼ばれている。農民たちは、キリスト教信仰万歳。 スペインの王である我らが、死を万歳。我らが、祖国万歳、悪しき政権に死を。というスローガンを掲げていた。中央政府の言いなりで悪性を強いていたカタルーニャ、副王サンタコロマハクは、バルセロナの港から逃亡しようとしていたところを、捕らえられ、殺害された。農民らの放棄はやがて都市をも巻き込み、はじめは、カスティーリア兵を標的としていたが、次第に、 貴族や王子主らを襲撃するようになった。彼らが編成した不正規軍はミケレと呼ばれた。ムンジュイックの戦いジャナラリタの代表であるパウクラリスはカタルーニャ人の不逮捕に転じフランスの保護を得てカタルーニャ共和国の成立を宣言した。ジャナラリタアートフランス連合軍は1641年1月26日のムンジュイックの戦いで 重要な軍事的勝利を得た。しかしそのわずか後に、クラリスが死に、カタルーニャ内外で困難な状況が生じた。フランス王ルイ13世が介入し、カタルーニャの君主バルセロナハクリュイス1世として名乗りを上げたのである。1648年に30年戦争を終結させたベスト・ファーレン条約締結後、二つの国家と二つのジャナラリターの対立は続いた。 支援者であったはずのフランス軍はやがてカタルーニャの占領軍と化した。フランスの庇護を受けたフランス人商人がカタルーニャ商人と競争するようになった。戦争状態の進行はやがてはインフレーションを招き飢餓や薬病が襲ってきた。フランス占領下でのカタルーニャの不満を知ったフェリペ4世は1652年10月不安補正でアウストリアを 司令官として、軍を派遣し、バルセロナを包囲、陥落させた。フランス側は、カタルーニャ領有を断念したが、1659年のピレネー条約によって、ルサ領、サルダーニャを獲得した。ありがとうございます。